総合格闘家の朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務める、1分間最強を決める格闘技イベント、ブレイキングダウン後、17日の前日記者会見が16日、都内で行われ、1021試合の出場選手、1人欠席、が意気込みを示した。6日のオーディションで椅子を蹴り飛ばし、未来を挑発するなどの騒ぎを起こしたモデルでラウンドガールの青山愛理は、丸と対戦。マイクを持つと、一番言いたいことがあって、どいつもこいつも売名だとか言ってくるけど、うるせえんだよ。私の何を知ってんだよ、と批判に反論し、私は明日のために命かけてるので、諦めなければ絶対に結果が出るということを1分以内に見せたい、と闘志を燃やした。一方の丸は、相手の可愛い顔をブッサイクになるまで殴り続けたいと思っています。絶対 KO で倒すので注目してほしいです、と、顔面破壊を予告した。